ニューヨークピラティスビデオポッドキャスト、キャサリンです。キムリーです。今日のエクササイズはミニボディバーを使ってオブリックスです。前のポッドキャストにシングルレッグストレッチをやりましたから、それは同じようにでもオブリックスやりましょう。まず骨盤はニュートラルの配置からサポートポジションを作ってください。それ腹筋強く引き締めましょう。そして片足ずつテーブルトップに持ち上げてください。そしてバーは持って手を伸ばしてバーは膝の上に乗って、だから膝が曲げているとバーの下に通します。ぶつからないように頑張りましょうねそしてそうですね、顎を引いてそして吐いてロールアップして、前と同じように息を吸うときに膝の上、息を吐くときに頭の上に。では始まりましょう。息を吸って、そして頭の上に吐いて、息を吸って、吐いて、あと2回だけです。吸って、吐いて、はい、最後に、吸って、ごめんなさい、吐いて、そして終わりましたら、吸って、合わせて、そして吐いて、頭も肩もリラックスして、そしてそのままでちょっとリラックスしてください。間違い方法を見せたいと思っていますので、キムリは説明、見せます。そして、骨盤は回さない。肋骨だけ。だから、そう、これは間違っています。だから、キムリは今やっているのが、足は遠くへ行っているから、もしバーがぶつかりそうだったら、腕はもう少し天井の方に乗せると結構です。はい、そして、はい、それは正しいですね。そして、合わせて、そしてリラックスして、片足ずつ床に下ろしてください。それは、ミニバディバーを使ってオブリックスでした。もし私たちのニューヨークスタジオピラティスのフィスか養成コースか商品について興味がありましたら www.pilatesonfist.com までお問い合わせください。バイバイ。